メルボルンは、オーストラリア海軍の刑事二王艦、チャタム級の一隻。艦名は、メルボルンにちまむ。メルボルンは1911年4月4日に、バーケンヘッドのキャメルレアード社で帰港し、1912年5月30日に F、F ブラウンドプ人によって、浸水。1913年1月18日に、収益した。 第一次世界大戦が勃発すると、1914年8月から、メルボルンは、太平洋のドイツ領攻略作戦に参加した。ルイジアード諸島のロッセル島から出港したメルボルンは、8月20日に、巡洋戦艦、オーストラリアと合流して、ヌーメアに向かった。8月21日に、ヌーメアに到着し、そこで、攻略部隊を乗せた、輸送船2隻と、 その護衛の巡洋艦3隻及びフランス海軍の総攻巡洋艦モンカルムと合流した。これらで構成された部隊は8月23日にヌーメアを出港し、8月26日にスバに到着した。スバからは8月27日に出港し、8月30日にサモアのアピア沖に到着した。ドイツ側の抵抗はなく、サモアは占領された。 メルボルンとオーストラリア、モンカルムは8月31日にスバへ向けて出発した。9月4日、メルボルンはスバを離れ、ナウルの無線基地の破壊へ向かった。9月9日、ナウル到着。メルボルンから25人が上陸し、無線基地の破壊に向かったが、無線基地はすでに破壊されていた。9月20日、シドニーに帰島。ついで、メルボルンは、 平員輸送船団の護衛に従事した。11月9日には共に船団を護衛していた軽巡洋艦シドニーが緊急電報を受けてココス諸島へ向かいドイツの防護巡洋艦エムデンを撃破した。船団と分かれたメルボルンは12月5日にジブラルタルに到着した。 1918年に撮影されたメルボルンその後は来たアメリカ及び西インド諸島で1914年から1916年まで活動し続いて北海でグランドフリートに参加するメルボルンは第一次世界大戦の終了まで北海で活動したメルボルンはシドニーで1919 19年8月5日に退役し 1920年4月14日まで保管される。最終駅後1924年9月29日から1925年10月8日まで再び予備役として保管された。1928年2月9日にシドニーを出港し、イギリスに向かい、4月18日にポーツマスに到着する。4月23日に退役し、スコットランド。 ロサイスのアロアシップビルディング社に1928年12月に売却1929年に解体された。ありがとうございます。